ゴズベってどこに出てくるの？一回あのチェックしてみて。どこに出ますか？しずさん。しずさんの。皆さんこんにちは。第4回しずチャンネル、ブラッカン TV、生トークショーを今から行います。毎日暑いですね。暑いですね。暑いね。もうどうですか？はい、髪の毛がもう ね、 ね、はい。この番組は、私のしずこ式美眉メソッドというメイクの方をね、皆さんにしてもらった方が、ここのスタジオに来ていただいて、いろいろご自分の美に関することとか、皆さんにたくさんの情報をね、お伝えできればなと思っています。今日はね、またいつものメンバー、はいはいはい、プラスって今日はね、村田、はい、マリアちゃんに来ていただいてます。はい、ではご紹介。はい、アシスタントを務めさせていただきます、はい、メイカです。よろしくお願いします。はい、それで終わり。とりあえず、はい、はい、はい、どうだ。私もアシスタントの西田みどりことハリーです。よろしくお願いします。どうも。はい、皆さんどうですか？もう慣れました？もう何回かね、はい、いただいてますけど、そうですね、はい、サポートをね、いつもしていただいてありがとうございます。サポートになってることを願っていますよ。はい、で今日はね、またメイコさんのご紹介になりますよね。はい、はい、村田マリアちゃんをご紹介したいと思いますね。はい、はい、はいはい、皆さんこんばんは。ご紹介に預かりましたアナライズビューティシャンの村田マリアと申します。よろしくお願いします。はい、大阪の、失礼します。大阪の堺筋本町と四国の徳島県でエステサロンを運営しております。はい、みんな今クエスチョンクエスチョンクエスチョンですよ。クエスチョンクエスチョンクエスチョンですよ。アナライズビューティシャン。はい。さっき、ミュージシャン。アナライズミュージシャン。聞き慣れないからミュージシャンと間違えられたりとかね。だってでしょ？ミューティシャン、歌うとこでしたね。はい。じゃあちょっとね、詳しくお話をね、聞きたいと思います。はい。アナライズビューティシャン、初めて。
聞かれる方も多いと思います。日頃の生活習慣で、体がなってしまう歪みや痛みっていうのをお一人お一人に合わせてオーダーメイドで、エステで手術をすることなんですけれども、若干今施術って言ってました今、緊張してますけど、ね、そうなの、施術やアドバイスをさせていただく分析美容のことです。はい、すごいね、分析美容って聞いたことありますか？いや、もうマリアちゃんから初めて聞きましたね。ね、聞いたことある？ないです。どんな風に分析してくれるんですか？はい、ありがとうございます。もうありがとうございます。今日がですね、ちょっとみんなでできる分析をしていこうと思います。じゃあ見てくださってる方もね、自分の顔を見ながらどのタイプか分かるんですね。そうなんですね。いいですね。はい、今日見ていただいてる方皆さんに、生まれ持った時、受精卵、お母さんの中に、生まれ持った時に、受精卵の時点でタイプが決まるって言われてまして、3タイプに分けることができます。3タイプ、はい、まず1つ、1つ目、少しお待ちください。ダイエットされてる時に、何でしょう、皆さん憧れのモデルさんとか、女優さんとかいらっしゃると思うんですけど、なんかこうダイエットしたものの、あら、ちょっとせっかく痩せたのに違う形になってるとか思ったことありますか？あるあるある。なんかなくなってほしくないとこが先にいなくなっちゃったりとか、でどんなに頑張っても、なんでこの人になれないって、そうそう、体型こんなに頑張ってるのなぜみたいなね、あるよね。決まってるってことですか？そうなんです。タイプを知っていれば、この人の体には近づけるんだなっていうのが分かりますので、それすごい知りたい。はい、ではみんなでしていきましょう。ではですね、まず少しだけ科学、生物学のお勉強になるんですけれども、ではちょっと映像に出してもらおうかなと思います。資料があるんですね。資料があります。すごい、お願いします。あら、この生物は、この生物は何でしょう。私が出ましたね。違いますね。誰がやりました？これこれ、はい、すっごい、昔を思い出していただけるかなと。中学校で実はこれ習ってるんです。なんか聞いたことあるよ。はい、体質を決める受精卵の細胞分裂です。はい、ちょっと思い出していただいて、外側から、まあ、中枢神経とか感覚器官、皮膚ですねの外胚葉、で、骨や筋肉、循環器を作る中胚葉、消化器やその付属の呼吸器などに携わっている中胚葉っていう分で分けていきます。はい、内胚葉、中胚葉、でこのタイプがどれぐらい、発達するかによって人それぞれ得意な部分が変わってくるんですね。そこでそれぞれの体質とダイエットの仕分けをしてか、見分け方を見ていきます。映像に載ってるように皆さん利き手で逆側の手首をぐっと掴んでみてください。軽くで結構です。別に指つかなくても大丈夫？くっつかないタイプと簡単にくっつくタイプと、爪がかぶるぐらい結構がっつり届く人がいると思うんですけど、すごい、今日みんな3種類みんないますね。すごい。はい、しず先生が外胚葉で、メイカさんが中胚葉、でハリーさんが内胚葉ですね。すごい、だいぶ上手いことされたね。皆さんちょっとね、見ていただいてる方もぜひその差を見ていただきまして、体質別ででは説明していきます。ではですね、外胚葉タイプの方が、メイカさんですね、体質お伝えしていきます。骨格が細くて筋肉や皮下脂肪、静先生のタイプですよ。あれ、そんな細いタイプじゃない。指がくっつい、がっつりくっついた方を、聞いてください。骨格が細くて筋肉や皮下脂肪のつき具合も少ないスレンダーなタイプです。消化力が弱くって太りにくいので、脂肪が少ない分体から熱が逃げやすいのが特徴です。冷え性やむくみがち
っていうのがありますね。低体温の方もいらっしゃいます。ダイエットのポイントとしましては、しっかり食べて筋トレで体を動かして筋肉をつけましょう。胃腸が弱いので腸に老廃物がたまりやすいので、動物性結構お肉苦手な方が実は多いんですね。しっかり大豆食品とか食あの良質なタンパク質を摂るのがおすすめです。エステでは姿勢や矯正やしっかり温めながらのリンパマッサージがおすすめです。これは指がしっかり重なる人ですね。はい、ね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、画面こっちにお願いします。映像に切り替えていただいてもいいですか。あ、こっちの人私ちょっとあまり長いので失礼しました。はい。はい。はい、ではですね、次メイカさんのタイプの、はい、メイカさんのタイプの、体質、あの指がぴったりくっついたタイプの方ですね。筋肉、骨格がよく発達しているアスリートタイプです。骨太で運動するとすぐに筋肉がつきますね。はい。で、太る場合は肩太りになることが。肩太りって何ですか？肩太り、あのポチャッと太っとるっていうよりもがっしりして見えるんですね。あ、確かに。ちょっとがたりよく見えちゃうことがあるので、この方は本当に筋肉をつけすぎるのはちょっとよろしくないとも言われております。すぐついちゃうんですよ。危ない。すぐつくんですよ。危ない。ムキムキになっちゃう。あの自転車こぐやつあるじゃないですか、あれを本当に数日やったらジーパン入らなくなるぐらいですね。すぐに筋肉になる、はい、そうですね。なのでダイエットのポイント的には、活動的な分エネルギーを必要とするので、その度食べ過ぎ飲み過ぎっていうことに多くなりやすいんですね。あらメイカちゃん頭押さえてるけど大丈夫、ね、で元々の筋肉量があるんで、ストレッチですとか、あの強い筋トレメニューを行うというよりも、こうストレッチ系、ヨガみたいな感じかな、伸ばす系のものですね。本当に筋膜リリース、エステでは筋膜リリースとかをおすすめしてます。はい、ありがとうございます。でもハリーさんのちょっと隙間が空いてしまったよっていう方ですね、こういう方ですね、内臓が強いので太ってるだけじゃなくて、これあの骨が大丈夫も脂肪も結構しっかりしやすいタイプになるんですね。あ、嫌だ。いいことが、内臓が強いので、誰よりも肌が白くてキメが細かくなってる。なりやすいです。なるほどなるほど、はい、なんで太って痩せた時にも肉割れしにくいんですね。あ、じゃあそういういいとこもあるのかな。はい、ね、骨格的に全体的に丸みのある方が多いんですけれども、同時にですね、太りやすいのも特徴です。そうそう、消化力は高いんですが、エネルギーを体にすごくためやすいタイプになりますので、皮下脂肪がつきやすく、反対にちょっと痩せにくい体質になっております。けどいいとこ、いいとこ、いいとこがそうですね。だから食べ過ぎてるつもりがなくても、他の人よりもちょっと太りやすいんですよ。そうむくみやすい。そういうのが食べ上がるよね。そうなんです。太りやすく、はい、まあ痩せにくいね。そうですね。残念ながらね。長期的にこう、ダイエットをするのがおすすめになってます。エステでは燃焼系のダイエットが、走るとかね。確かに。確かに。ランニングしたらそう痩せる。いいです、いいです。あの無酸素運動より有酸素運動が合ってます。皆さんどのタイプだったですかね。ねえ、ね、どうですかね皆さん。でもこれ間違ってたら効果が出ないから。違うでしょ、ね、これ知っててね、よかったよね、皆さんね。はい、ぜひぜひ。なのでね、タンパク質を取らないとって本当に今頑張ってお肉食べられてるしず先生は、私のタイプの人は消化ができてませんので、すごい。そうか、はい、そういうことね。そうです、これなかなかそんなん聞いたことないですけど。ありがとうございます。あれですか、アナライズビューティシャンの中では常識なんですか。常識と言いたいところなんですが、これが実はもう昔に論文で発表された内容なので、知らない方が多いんですよ。はい、アメリカの心理科学者の方、心理学の、医学、心理医学者の方が、はい、いいことを聞きました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で、
こちらですね、はい、もう一つ、もう一つ、はい、教えてくれるの、はい、今のでねタイプが分かったところで、私もう一つですね、サロンで小顔筋膜矯正という、うんうん、小顔、小顔なりたい、はい、もうついつい飲みすぎてね、むくんでね、むくんでるから今日みんなでですね、体操をしていこうかなと思うんですけれども、はいはいはい、まあ、頭蓋骨の成長っていうのが、うんうんうん、頭蓋骨の成長っていうのが、あ、見せた方がいい？はい、はい、17歳から20代前半で止まると言われております、はいはい、が、顎の下垂、頭蓋骨が成長するときに顎っていうのが下垂しながら成長していきます。ただ顎の下垂が止まらないので、どん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 こう顎が下に下がっていくのが老化。あ、聞いたことある、年を取っていくほど顔がでかくなっていくって、伸びてくるの、うん、そうなんです。大人顔って大人顔って言われるんですけど、行き過ぎると老け顔になります。確かに、確かに子供って まんまるくてちっちゃいよ ね、はい、あ、そうか、伸びるんだ、まあ、そうなんです。なので下顎がキュッと入れば若返るっていうことになります。え、そんな体操で入るの？はい、よー、入れていきましょう、はい、ではですね、こちら、耳の下のくぼみをぜひ触っていただきます、はい、あ、へこんでますね、ここね、耳の合流地点ですね、ここをギューッと押していただくとちょっと唾液が出てくると思うんですけど、じわっと出てくる、うん、はい、ここをグーッと押してゆっくり離すっていうのを何度か繰り返してください。はい、ぐーっとしてギュッと緩めていきます。ではお次ですね、ぐっと押したまましっかり顎を額より中に入れましょう。額より中？額より、はい、額より顎を中に入れます。下に下げるってこと？そうです、そうです、ぐーっと下に下げていきましょう。最近ですね、パソコンとかスマホ触る人が多いので、どんどん顎を前に出す人が増えてるんですね。確かに、ね、確かに、額より顎が中に入ることで首の後ろ伸びてたら正解です。はい、でお次、耳の体操です。はい、耳を下掴んでいただきまして、斜め下に引っ張ってください。ぐーん、ちょっと痛い、痛気持ちいい、痛気持ちいいぐらいまで、で横つまみます。ぎゅーっと伸ばします。ぎゅーぎゅー、上掴みます。斜め上に上げます。そして真ん中もう一度持っていただいて、横にグッと引っ張って、最後に前に思いっきり倒します。ビュー、餃子ですね、餃子、耳餃子。それを何度か繰り返していただくんですけれども、耳って顔ですとか首の筋肉が大まかに5つぐらいつながってるんですね。なのですごくご自身でするのに手っ取り早くお顔を矯正できます。気持ちいい、はい、なる肩こりがきつい方とか、食いしばりがある方、はい、どんどんエラ張ってきちゃうのでね、ぜひこのストレッチをしてみてください。はい、顔ポカポカしてきました。すごい、すごい、ありがとうございます。これをね、1日1回、いいですね、ね、1日1回以上はね、スマホとかパソコン使ったとぜひ行ってください。皆さん引っ張って、ね、って小顔にね、はい、小顔に、で当店のお客様なんですけど、小顔筋膜矯正をしたちょっと画像があるのでご覧いただこうかなと思うんですけれども、はい、じゃあ見て、はい、ビフォーアフターをちょっと見ていただきます。へえ、ちょっと違う写真が、この次の写真があるかなと。桜ビスケットはマリアちゃんのお店です、ね、そうなんです。あ、これで、これで出ました、小顔筋膜矯正のビフォーアフターのお写真です。あ、本当だ、はい、こういった歪みですとか顎が伸びた部分キュッと入れるだけでね、入ってるね、うんうんうん、どうでしょうか。こういったのもね、うち当店でできますので、本日ですね、ブラッカンラジオを見てくださった皆様へ、私桜ビスケットからプレゼントがあります。ありがとうございます。ではですね、ご予約の際ブラッ
刊ラジオを見たとおっしゃっていただいた方に筋膜ヘッドセラピーをプレゼントいたします。いやーすごいよ、皆さんきっと、はい、もちろん全員に、しかも会員様もお受けいただけますので、ぜひあのブラカンラジオ見たとおっしゃってください。桜ビスケット大阪で検索していただけましたら見つかるかと思います。ご清聴ありがとうございます。ありがとうございます。締めたな、はい、締めた、めっちゃ締めたな、締めたな、いきなり締めましたね。やっぱりりんごちゃんのさすが、でもなんか面白いね。面白いですよね、やっぱりこう間違ってダイエットする人多いですからね、うんうん、私もずっとこうあのモデル体型に憧れて頑張っていろいろダイエットしてたけど、うんうんうん、ならないっていうことが分かりました。ムキムキになっちゃうってことは、ムキムキになっちゃうって、だからみんな一人一人違うのね、やっぱりやり方がね、面白いね。なんかあのこういったことを知ってると、はい、やっぱりみんななんかあのやり方っていうのが、うんうん、だからよくあのほら芸能界生もみんな一人一人こうやってるのが違うって言いますよね。ああやっぱり自分に合ったもん ね、うん、ね、先生がついていろいろ食べ物からみんな全部違うでしょ。あ確かに、確かに ね、 ね、そんな感じで、すごい面白かった。あ、ありがとうございます。でも名前が桜ビスケットっていうのもなんか覚えてないですか、ね、なんで桜ビスケットね、え、はい、聞きたくないです。ビスケット、なんで桜ビスケット、あの当店来ていただきましたら、うん、ちょっと内装が和風になっておりまして、うん、でビスケットが美の助っ人っていう、あそういうことなのね、はい、聞いてよかったでしょ、ね、はい、ダジャレでした。忘れない、美のスケットです。美のスケット、はい、誰がつけたの、あれちゃん、あの私も母がつけました。センスがいいね、はい、ビスケット、はい、うん、ね、ぜひ美のスケットで覚えてください。お母さん喜んでるね、これ見てて、見てる、あなたも見てると思います。いいネーミング、さすがです、さすがです。ねえ、あのこのね、あのブラッカーはね、たくさんの方が結構ね見ていただいてるんですよね、うん、ねえ、うん、で今回私もあの九州の方が見ていただいてると思うので、あ、そうなんですね、どうもりょうこさん見てますか。どうもありがとうございます。はい、順番にやってくれ、誰かに向けて。ねえ、なんかあの、うん、こういったね、いろいろあのやってる中で大変なこととかやっぱありませんか、今ずっとどれぐらいやってるんですか。今ね独立して5年になるんですけれども、ね、5年、うん、ねえ、まだまだ若いのに、ねえすごいね、いろいろ今まで経験、はい、いろんなこと、うん、そうですね、うんうん、まあこうやっていろんな、まあ、各所の先生方にね、うん、あのお会いできてまだまだ勉強させていただいている最中ですけれども、まあ大変と思わず楽しくやっております。はい、そうかね、やっぱりなかなかいろいろこう若くってなんかいろんなことをね経験して、すごくこうみんなにこれがどんどん流行るでしょうね。ねえ、皆さんきっとこれ見て、本当にダイエットと小顔って小顔って ね、 ね、女性の永遠のテーマですからね。そうですよね、しかもタイプ別が分かる適切なのがね、やってもらえるっていう、これ男性もなんですよね。はい、同じです、男性もです ね、 ね、じゃあ男性も行っていいんですか。はい、男性はもちろん大丈夫でございます。ジャジャさん小顔、ジャジャさん美意識の高い男性ね、本当に今増えてきてますのでね、タイプ別といえばね、はい、はい、いろいろ、あ、あの、はい、タイプ別といえば、うん、聞いたことあるなぁ、そう、なんか、ね、そうそう、よく聞く、はい、ね、あれだけど、うんうん、はい、といえば、うん、タイプ別といえば、これしかない、ね、皆さん、確かに、はい、静子式、美眉、メソッド、受けたんですよね、はい、先ほどちょっとね、
チラチラと、はい、チラチラと写真が出ましたけれども、そうです、ね、私の写真が可愛いやね、これ可愛い、このねえ、これ可愛い、白がよく似合うね、そうそうそう、皆さんどうでしょう、ね、すごい眉毛がすごい綺麗、うんうん、そうですね、うん、この時のタイプは何でしたっけね、覚えてますか、はい、エレガントタイプだったんですよね、うん、お、はい、この中でちょっとこうこれをスーッとなってるけど、実際はもっとねしっかりと書いてましたね、うん、そうですね、しっかりメイクしていただいて、そうですね、これだけですかね、あとあのビフォーアフター、ビフォーアフターがあるかなと思うんですけど、うん、普段私ね、あのこういう感じで、あ、これですね、あ、そうですね、スーッとしたナチュラルな顔なんですが、うんうん、でもでも、うん、華やかに、ね、華やかにしましたね、はい、うん、真逆の女優メイクを初めて、ね、していただきました、はい、確かに華やか、うん、本当にね、うん、もともとね可愛らしい感じ、うん、この可愛らしい感じをちょっと大人っぽくやっちゃいましょうかということでね、はい、ね、新たな、はい、そうですね、たくさん撮りましたもんね、もともと写真ね、はい、うん、そうですね、でね、せっかくですから、うん、はい、今日はね、タイプ別いろいろあるんですけど、はい、ちょっと違うタイプの、はい、やってみましょうか、お願いします、ね、はい、今日ちょっとね皆さんに見ていただいて、自分で今日やってきたんですね、そうですね、さっきちょっと眉毛ね大丈夫かしら、あのしず先生に見ていただいたらちょっとアーチタイプの、はい、キュートな眉毛で今日来たんですけれども、はいはい、そうですね、ちょっと変えちゃう、はい、ね、お願いします、はい、じゃあ毎回ねちょっとだけちょこっとだけ実践をしていくんですけども、うん、せっかくですからね、ちょっと書いてみたいと思います、はい、お願いします、今日もねお洋服がね女性らしい、ちょっとキュートできましたね、キュートはキュートですねキュートはね、ひらひらがあるのがキュートですからね、はい、じゃあちょっとスッと軽く取ります、もともとねご自身の形もちょっとねここ見てもらったらわかるかなと思うんですけどね、はい、ここはねちょうど上にこう上がってるんで三角になってるんですね、ここね、うん、ですからこれをちょっとこうそのまんまにしてるので優しい感じにこうここアーチ型になってるんですけど、これをちょっと今日はねせっかくですからちょっとかっこいい、はい、お洋服とはちょっとどうですかね、でもちょっとここまで写していただいてね、やりましょうかね、はい、うん、はい、いつもこうやってねちょっと、はい、こうしてちょっと皆さんこれねで目開けてください、で黒玉の上のちょうどここが眉山、こういう感じね、はい、眉山、ここが眉頭、これ眉尻と言いますね、はい、じゃあここをどういう風にするか、まずねここのところからこうちょっと上に上げて、下とか仕上げてな、うん、やりにくい、あ、何もないよ、大丈夫、え、見えてないかも、しず先生左手でちょっと見えてないかも、うん、これはエレガントですか？そうですね、うん、ちょっとねクール系にちょっとだけしてみようかなと思って、へー、はい、ちょっとキュッとこう彼女の格
っこよさをちょっと出してみたいな。うーん、クール系のイメージないですもんね、マリアちゃん。そうでしょ、そうでしょ。そうですね、普段しないですね。そうですね。ね、クール系といえばストレートをちょっと上に上げた感じですね。そうなんですね。うん、お仕事する時とかいいかもしれないです ね、クール系。ちょっとかっこいい系で、かっこいい系でね。ちょっとこう講師でね、先生やるときはクール系でいくとか、うん、そう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 、ね、いろいろやってもらってね、ちょっとねキュッと上げちゃう。眉毛って本当に難しいですよね。ねえ。でも印象がゴロッと変わるから。変わるでしょ。本当にここもちょっと剃ったんだけど、剃ったら次は大変だ。なんでしちゃいますね。そうですね。普段のメイクの。はい、そうですね。いつもどちらかというと眉尻が下がるって言ってた方ですね、マリアちゃんね。そうだね、そうですね、アーチが多いですね。今ちょっとどうなってるか分かんないので楽しみです。はい、どうぞ。どうかな、はい、そうですね。あ、すごい上がってる。こっち上げましたね。こっちいいよ、はい、こっちの眉毛。おー、すごい、うん、もう剃っちゃってもう常に、すごいすごい、すごい、すごい良くない、これ。なんか目が大きく見えますね。合ってる合ってる、こめちゃくちゃいい、似合ってる、似合ってると思うね、うん、なんかエレガントも良かったけど、このクール、うん、すごい似合う。なんだろう、顔が可愛いから余計にこうキリッと感が出て、すごいいいのかもしれない。全然違う、はい、もう本当に1ミリ描いただけですね。なんかね、はい、どうですか、お姉さんになった、はい、さらにお姉さんになった、うんうんうん、こんな感じですね、うん、はい、はい、ありがとうございます。ちょっとしたね、すごい、はい、これが、ね、はい、何でしたか、うんうん、クール系ですね。クール系です。ちょっとこう斜めにシューッと上がって、ね、うん、はい、すごいいい感じ。もうこれ覚えた方がいい。え？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 何？え？びっくりした。誰？どうもこんばんは。いやー。びっくりー。眉毛より変わってますけど。どうぞ。静先生が一生懸命書いてる間に、まあなんとブラックハリーです。どんま、いやこのブラックハリーさんはどういう時に登場するんですか。びっくりした。私、だってビューティーでしょ、だったら私じゃない。今なんか今回はなんかブラックだね、はい、そうなんです、ね、いつもね妖精とかね、可愛らしい感じなんですけど、今日はブラックなの。あ、ブラックなんですって ね、そういう目もあるんだ。そういえばなんかメイクも違う気がする、うん、そうそう、ちょっとねこんな感じこんな感じすごい。眉毛とかね、私もこの間しずこさんに、はい、変えていただきました。そうですね。はい。その時の写真ってあるんですかね。この間はね、そう、すごく素晴らしかったね。うん、あ、これ。はい。これ対策でしょ。セクシーですね。これね。ね。これかなり変えましたね。こう眉毛もしっかりクッとしてもらって。そうそう、上に上げるね。うん。こう。そうですね、かっこよくしてもらいましたね。かっこいい。この時にね、あのブラックハリーっていうのをね意識しながらね、はい、今までの彼女の優しい、あの天使みたいな、こう乙女、乙女じゃない、女神、妖精、妖精、妖精、女神、何、天使、何でもいいんじゃないそういう感じ、あの、
でずっとやって、はい、可愛かったんですけどね、うん、でもあの人ってあの必ず両方のね心があるんですね、うん、本当にこう女性らしい優しい心とちょっとブラックなものっていうの皆さん持ってるわけですよ、うん、持ってる、そうですね、持ってるでしょ、はい、でそれをあの気づかないであの普段はこの自分がもう思っただけのメイクしかしないわけですけど、うん、実はこの体の中に全てあの2つの心がねあって、でハリーちゃんは特に今まで本当にね女神の感じからブラックっていう、うんうん、私のメイクはねあのもうちょっとねしっかりブラックにしたんですけどね、今日はご自分でねちょっと頑張ってやってます、ね、はい、もうちょっとねこうはっきりとしたねあの鼻がシュッと高く見える、そうそうそう、そうね、そういう風にしましたね、眉毛も結構グッと上が、はい、上げてもらって、うん、そう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 、鼻をね高くするメイクがすごくね、はあ、お気に入りでしょ、お気に入りでしょ、ちょっとちっちゃく見えるでしょ、もうねあのそう技術でね、私鼻をキュンとね高くしたそれがすごく見えるね、私もちょっと頑張ったけどちょっと隠しきれなかったもうね一番ポイントなのね、鼻ってね、鼻顔の中心だからね、鼻キュッとこう、ね、ここねキュンとアクセントね、このねツルッとした感じでしょ、そうそう、ここすごい変わったのね、そうそう、ここにもここにもねこう、うん、凹凸をつけるようにしたらすごくちっちゃくなって、うん、びっくりしました、うんうん、そうですね、いつも静子さんがあの私がこのコスプレをしたら殻を破いてすごい自分らしく生き生きなるけど、なんでこうウィッグ脱いだらねなんかそんなこう違うのって、なんか日頃からこうウィッグ被らなくてもこう自分のそういうとこそのまま出したらいいんだよっていうことで今回クールにしていただきました、うん、そうですね、はい、これもみどりちゃん、両方みどりちゃんだからそのまま出していいと思いますよ、ありがとうございます、うん、はい、これからもねどんどん、はい、はい、ブラックハリーとブラックハリーで、うん、天使のハリーと、はい、うん、両方曲でちょっと、ね、はい、楽しんで行こうと思います、はい、ね、もう本当にこの写真、はい、あ、これ動画ですか、動画を撮りましたね、はい、どうですか、もうねこの時すごい自分自身でも変わられてね、もうびっくりしました自分でこんなね感じどうって見て見てって感じにね、あのそう、ね、見て、お鼻ちっちゃいでしょ、鼻ちっちゃいですよねでしょ、すごい、私結構大きい鼻がちょっとコンプレックスで、あのそれをこんなちっちゃく、自然とこのポーズ取りたくなっちゃうという、スイッチ入ってるでしょ、この時あの何種類かのお洋服を変えて、へ、いっぱいあのファッションショーしましたね、はい、白いバージョンとね、これは黒いバージョンで、はい、このヘアスタイルも変えましてね、美容室行って、そうそう、そのためにね、そう、服も買ってシンメトリーにした方がいいよってことで、はい、アシンメトリーでね、右と左ね、うん、右と左を変えてみて、違う風にして、うん、しずこさんがクールって言ったんで、そう、これを作ってみたかったんですね、うん、髪型もすごくね、うん、似合ってる、似合ってるよ、私イメージがもあったのね、あのシンメトリーでみどりちゃんのその感じをね、でその通りにやってくれて、はい、ありがとうございます、はい、どうですかね、えすごいあのブラックなんだけれども、まあもともと優しい雰囲気持ってるから、なんかこう意志の強さがこうぐっとなんかね、やっぱりメイクってすごい力があるなと思うんですよ、もちろん、まあ、コスプレしたらもっとねこうガラッと変わるんですけど、メイクだけでもこんなに変わったら意識が変わるんだなっていうので、普通のメイクじゃないので、静子さんのメイクは本当に自分の内側の秘めたるものがこうバッと出すことができるのでね、本当に皆さん体験してほしいなと思います、出てましたね、ありがとうございます、ずっとこうね、こんなこんなとかね、こんなとかね自然とビッグかぶってたのにね、すごい私もすごいこと見ながら楽しかった、綺麗とかね、楽しかったね、楽しかったね、はい、はい、っていうね、こういうあの内から、はい、出していくっていう、うん、このメイクを私が
いろんなところに発信しながら今やってるわけですけど、あのぜひ皆さんも、このうちからのね、はい、心理的に自分自身が抑えてるものをパーンと出すというね、そういうメイクってありますから、カウンセリングに大体30分ぐらいかけてその方を引き出していくっていうちょっと特殊なねやり方をしてますので、どうかまた皆さんよかったらまだあれですか、まだあの何人かいけるんですか。そうですね、あの200人っていうのを今やってて、はい、あと実はあの10人ぐらいで もうちょっとしかない、ね、ちょっとしかないんですね。ですけど、まあそれが終わってもやってはいこうと思ってますから、ただこの200人っていう枠の中にあの入れていく人はあと10人ぐらいで、じゃあこれを見てピンときた方はね、はい、申し込んでほしいですね、はい、ピンときた方は、はい、ピンときた方は本当に返信できるんだ、そうですね、はい、どちらにご連絡をしたらいいんですか。 ありがとうございますですね、大阪の森口っていうところで、はい、あのやってますので、はいはい、またあの Facebook の静香しずこというね、SIZU そして SI あしずこかかやか A ですね、静香しずこですね、ありがとう、はいそうなんですね。なのでまたあのぜひあの連絡いただければまた日にちをね決めてさせていただきたいと思います。で200人達しましたら、これはあの自分の中でのプロジェクトとして一旦あのここで終わるんですけども、また新たな挑戦ということでまた違う形で皆さんとねあのいろんなコラボをしながらね、今あの特にあのハリーさんがあのこういった形でどんどん、はい、ね、有名になっていかれてるんですよ、彼女意外とね。そうなんですか。それで必ず私を呼んでいただいて、でコスプレというか女神と妖精になるあのこういうコスプレ変身の時に静子さんにメイクしていただいて、私がこういうコーディネートして写真撮影するっていうので、この間もねしていただいて大変身 ね、すごいです。あのもしあれだったら遠くまで行きますか、はい、コスプレで、出張ですか。出張もあるかもわかんないですよ、ね、将来あるかもしれません、はいはいはい、皆さん出てきていただければ、はい、またね、ありがとうございます、はい、お願いしますね、はい、はい、っていうことでどうですか皆さん、マリアちゃん、うん、はい、ちょっとあっという間にね、うん、お時間で経つでしょ、はい、早いですね、もう楽しい時間はもうあっという間です、ね、どうですか、なんか皆さんにもちょっといろいろもっと言っときたいわっていうことはありますか、なんか伝えてきたいことある。あ、そうですね、結構いきなりですね、びっくり、ここいきなりなんです。そうそうなんですね、知らなかった、知らなかった、そうだ順番通りではあんまりないんですよ、まあ、さっきからちらっと気づいてはいるかもしれないけど、はい、全然違う、はい、いやまあそれを言うと、もう再度アナライズビューティシャンの村田真理を覚えて帰っていただけたら幸いです。そこはアナライズミュージシャンでしょ、ミュージシャン、ミュージシャン、ね、そこを今日一日ずっといじられますね、ジャナさんね、本当そこはそういうのミュージシャン、一曲歌ってくれたらみんなで歌うとかってね、使うとこやってね、作詞作曲してね、でそんなマリアちゃんの私たちのね先生がいらっしゃいますけどね、はい、ここに塾長さんが、そうですね、はい、はい、今日もドキドキ、親心ですね、ね、お母様も見てらっしゃると思うんですが、ね、私もドキドキ、はい、頑張れって思いながら、はい、えそれってってねえ、はい、はい、あのね、マリアちゃんは一応ね、うん、お話一旦終わりましたけど、はい、はい、じゃあ、じゃあ私も少しお時間をいただけるということですので、はい、今一番キンキンでお伝えしたいところが、あの大阪とか関西だけにはなってしまうんですが、うんうん、今週の日曜日に朝の10時15分、はい、サンテレビで、ハート&ドリームブリリアントウーマンマイナス15歳タイムスリップした私たちという番組に出ております。すごい、ぜひ見てください。先週と
今週と、はい、あの前半後半で放送されてるんですが、あの後半はよりプライベートよりの話が出てきますので、ぜひ見てください。はい、ありがとうございます。あとは秋にオンラインサロンを始めようと思っておりまして、はい、まだあの準備段階なんですが、私の SNS ですね、 Facebook か Instagram で、また告知をしていきますので、ぜひ応援していただけたらと思います。どういうふうに検索したいですか、はい、山口県の山口に明るいに中華の花花ですね、と書いて山口めいかです。はい、ぜひ覚えておいてください。もう中華の花っていうのが今中華の花もうちょっと美しい言い方をであと9月からですね、はい、ラジオ大阪 AM ラジオ大阪でですね、レギュラーで出演させていただきますので、すごい、またそちらも告知させていただきます。よろしくお願いします。はい、あ、本当にね、どんどん活躍をしていただき、みんなね、ここから、はい、本当にね、頑張った人たちがたくさん出ることを私もね、応援させていただきながら、本当に私も頑張っていきたいと思っています。はい、では、はい、じゃあ一言ずつもないですかね。はい、はい、もう毎回ね、この番組出るのって私すごい楽しみで、うん、どんなトークになるのか、この4人が集まるとどんな化学反応が起こるのか、もうその生な感じがねすごい楽しくて、今日も楽しかったです。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。次はどういうのになるかはちょっと今だ未定ですけど、です、ね、はい、またよろしくお願いします。はい、では皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。お疲れ様。Thank you.